黄砂かな、なんそう黄砂っていうものはよく聞いたことあるけど、どういうものかは知らないけど、でもなんかそれが今日多かったのかな、わかんない。それだったら多分それだな。そう花粉は平気だったんだけどなーと思って、そうアイスみたいなの来てる、よかった、びっくりした。そうで、そうそうなのよ、いつか欲しいなって書いてじゃん、まあスタートダッシュだけでもって思って今日ねゴールデンベッドタイムやったんですよ。そうしたらなんと、気づいた人いるのかな、いないか。自分のランキング、自分のランキング今私1位、まださっき1位だったんだよね。1位でした。1位になれました、1位にランキング内で。すごくない？スタートダッシュ成功って感じ。やっぱりゴールデンベッドタイムは偉大ですね。ゴールデンベッドタイム最高。目指せ10月。でもね、今月はちょっと厳しそうだなとは思うんですけど、まあ、まあやりたい時に100以内に入れればいいので。そうでもゴールデンベッドタイムがあったらそう無敵じゃないですかやっぱり。あそうそうそう、え待って、先月っていうか今日のお昼までのランキングで、あの11位だった人って誰なんだろう。え、受験もらえたのかなその人。なんかメンバーが10位内入ると受験繰り上がるらしいよみたいなあったんだけど、いる11位だ。大学無事卒業、そうですよね。本選誰に投票していいかな。誰でもどうぞ。応援したいメンバーに。ドボン課金しただって、すごい。そんなことある、メンバーが課金したんだ。予選突破させてあげらなくてごめんね、だって。いや謝んないで本当に。いやこちらこそごめんなさい。なんか私すごい苦手で、なんか頼むのがすごい苦手なんですよ。だからなんかあんまり発信できなくてちょっとごめんなさいって思いました。私の方がなんか自分メンバーでまあやった分だけじゃないですか。でもこういうのってどれだけ私のこと応援かっていうのが大事だと思うのに、そう発信するのが苦手すぎて頼めなくて、あ11で10、それだったら安心だね、これからも。よかった。てかさ、あのさっき気になったんだけど、なんか本選気になって開いてみたんですけど、なんか投票しようとしたらこのなんだったっけ、なんか投票しようとしたら同じ端末での投票は各アプリにつき、最初に投票した1アカウント行った1アカウントの投票のみ有効となりますって、どういう意味なんですか。噂本当だったね、よかった、よかった。というのはどういう意味なの。もう一回投票したらもうそのメンバーにしか投票できないよって意味なのか、もうこの端末では一回きりしか投票できませんよっていう意味なのかっていうのが気になる。どういう意味なんだろう。雑誌の件は、ああそう、もう予選落ちなので、うん、終わりました。誰に投票、いや誰でもなんか普通にどうやって投票するんだろうって試しそうって思って、
誰に投票するとか全然決めてないですけど、まあ、決めたとしても言わないんですけど、そう、なんならさ AKB メンバーに1票ずつなんていうの、何票かずつってやりたいと思ったんだけど、無理なのかそれは。一端末一人だけってことかな、やっぱり。お、お話し会ありがとう、決済ありがとう。うん、投票したことないから分かんない。だよね、まあいっか。決済忘れないでねありがとう。そう、私僕夏上手下手どっちが多いっていう問題ですね。多分神手なんですよね。多分神手。私そう全部メモったんだけど、多分神手が多い気がします。でも神手って書いてあってもセンブロのこともあるから、まあそれはどうなんだろうって感じだけど。でもな、どうなんだろうな。神手が多いと思う。うん、神手が多いと思います。うん、神手が多いと思う。気づいた、寝てた。ごめんなさい、すいませんすいませんってもう、いやいや、ありがとう多分神手、まあ下手にいても見えると思うけど、まあセンブロにいるのが一番安全ですよね、やっぱり。でも多分神手だな。神手ですね。神手ですね。ずっと下手にいる曲もあるけど、基本神手ですね。はい、基本神手今日もお風呂入ったよ皆さん基本神手なので、まあセンブロ空いてたら、センブロいい順番で呼ばれたらセンブロ行ってくださいまあでも神手です。そう、なんかその、まあ、動画、私いつも動画見ながら位置表を持って、その位置をね覚えながら、頭でイメージしながらやるんですけど、それまず位置を覚えるときに位置表を見てるんですけど、そう今回位置をね、そうもらう、なんていうの、もらえる時間がなくてと言いますか、そうなくて、だから全部メモ帳にメモしたから、そのおかげで上手と下手がね、そのね、上手下手っていうのも書いたので、その上手の文字を書いた回数が多いなっていう、そうすぐに上手と下手が分かるという、はい、ハータンと絡みあるのだって、いや、そんあのね、分かんない分かりません。ハータンと神手じゃない、ハータンと絡みあるか分かんない。どのポジションがハータンとかもまだ把握してないからね。神手は舞台右です。右側、私、皆さんから見て右側が神手です、左側が下手。
右が上手です。上手、上手、右が上手だよ。だから劇場入ったら右に行ったら上手。そう、わかんないですね。まあでもさ、8人公演だからさ、絡みない人って逆にいるの？思うけどいるとは思うけど、逆にいるんですか？レベルじゃないですか。あ、ハッタンと絡み、待って、あ、待って、1個思い出した1個思い出した。ラストは切る側にいたい。ラスト、まあ、ラストファイト1曲 AKB ですけどまあ基本神手なんで。送りますね。あら、ありがとうございます、ありがとうございます。がっつり絡むとかなくないですか、あんまりね。ダメだよ、なんで右にダッシュすんのよ。久々のセナタンとさっきの共演、ワクワクが止まらない。なんかちょっと前までキーさんと公演出れる、楽屋で話しかけようとか思ってたけど、ちょっとさ、もう今週の日曜日じゃないですか。今週の日曜日っていうのか来週の日曜日っていうのか分かんないけどそう、もう絶対話しかける、いっぱい話すっていうやる気満々だったんですけど、ちょっと本番が近づくにつれて、そのやる気っていうか自信がなくなってきましたことを報告いたします。プレゼントって今も3日ぐらい置いて渡されるのかな。どうなんですかね、あまりわからないんですよ。あ、次の日曜日って言えばいいのね。 OK、 次の日曜日。私まだ1週間ぐらいある気分だったね、気分的にはね。そうそう、1週間あるから余裕だとか思ってたわけじゃないですけど、なんかまだ1週間あるみたいな気分だったんですよ。そうだから、さっき全然あと4日とかぐらい知ってびっくりしましたね。石綿ですって言った今。話しかけ用習慣、話しかけ用習慣。プレゼントその日に受け取れるはずだった。そうなんだ、その日に受け取れるってじゃあお手紙も、でもお手紙もさ、なんか受け取れたよね、3月17日多分。なんか劇場、3月17日の時に劇場に直接出したお手紙多分受け取った気がする。どうなんだろう、多分受け取れてたと思う。あ、受け取れてないのか、あれは違ったのか。いや、わかんないな、ちょっとごちゃごちゃですねまた勇気が出ることを祈りしていますどうもどうもありがとう。手紙を書いてどうすればセナに渡せるの。 AKB48 劇場宛てに送っていただけたら受け取れます。 AKB48 東京都千代田区、東京都千代田区外神田、なんだったっけ、数字が3つあったよね。ちょっと昔送ってたからさ、セナタ受け取ってその日に届けた。おお、じゃああれだわ、届いてるね。何回ふにふにされたか、0回って言ったらどうするたくさん来るから読む時間ない。全然大丈夫ですよ、全然余裕で読めます。
やっぱりその日に、その日に出しても受け取れるし。お、よかった、僕夏当選おめでとう。セナタンの声に当たらないって話してたからね、おめでとう。断言。え、私の記憶上では433だと思う。4の3の3。え、違うかな。もうさ、私が AKB 入る前にそのファンレター送ってた 時代の記憶とか。でもやっぱりチケットセンターとかさ、会員登録したらずっとね残ってるわけじゃないですか。でそれまだその会員番号みたいなやつ、ログインするときに使うやつ、あれまだ覚えてるんですよね。びっくりじゃない。あれ一生忘れない気がする。ね、だから結構昔の記憶って残ってるんだなって感じ。やった、4の3の3だった。え、すごくない？私住所覚えてるんだけど。住所覚えてる。え、すごくない？え、すごい、住所覚えてた。え、怖い、自分が怖いわ逆に。いや劇場はさ、劇場はだって劇場公演しにしか行かないからね。住所とかね覚えなくていいもんね。私だって覚えたくて覚えたんじゃないんですけど。なんか覚えてたって感じ。受精枠にかける、うん。AKB 唯一、劇場の住所得ますって。唯一じゃないかもだけどね。お手紙出してたよ昔、ファンレター。そう、暗記、私も暗記苦手なのにチケットセンターのなんだっけ、ログイン ID だっけ、覚えてるんだよね。グループ ID か。プレゼントはしたことないですね。確かに住所知ってるのはそうそういないですよ。みんな天才。何もだ、なんかダメなこと言った今せな。やばい、何、怖っ、なんか言った今せな、怖っ。誰にどんな感じで書くのだって、みんなと同じ感じで書いてます。好きなように伝えたいことを書いて送ってました。なんか私悪いこと言った、え、怖っ、何？ああ、なんだ、 ID ね、言わないよ。言わない。びっくりした。
そんな遠くないしてんの、たぶんあるたびに手紙届けに行くあるたびにそんなにくれるの手紙嬉しい。配信 見ながら、声だけ聞きながら、そうそうやっていや、グループ ID って自分で決めるやつじゃないから、そんな誕生日なわけないよね。本当になんかグループ ID とかって本当にたまたまそれに当たった ID だからさね、覚えづらいよね。覚えたけど、なんかさ、いちいちそのグループ ID 探してメールとかね、メールに書いてんじゃん、探して見るのがめんどくさくて覚えました。そう、配信見たらコメントしたくなっちゃうやん。ちゃんと準備しなさい。今でも君が一番だ。スマホが覚えてる。スマホ覚えるの？すごい。月戦の推しメン継続ミスだって。え、私誰なんだろう。なんかもうさ、最後に開いたのいつって感じだからさ、誰なんだろう誰なんだろうっていうね、問題ですよね。今でも君が一番だ。パスワードが分かんない。卒業アルバムの右の、ちょっとこれ伏せとこう伏せる必要ないけど、むしろどうやったら分かるの、日数とかって。日数分かんなくない？え、どこでわかんの？え、日数どこでわかんの？私開けた今。パスワードなんだろうとか言いながら全部覚えてた、びっくり。え、どこで見るの？え、見れないんですけど。だって多分私が AKB に入る前の、ああは1382日だって。私さ、結構コロコロ変える人だったんだよね月戦の紙面を。うん、コロコロ、そんなコロコロ変えてるってわけじゃないんですけど、その劇場が大好きになったぐらいから、そのはい、そう、横山さんではないですね。劇場によく出るメンバーでしたね。でもみんなが言う、多分誰も出てこないと思う名前さっきも出てきてなかったもんな出てきた、びっくり。今日毛量多いね。だってそれ悪口だよ、私にとってはね私毛量多いんだよね。
AKB になる前は劇場を見たことあります。そうで、そうですね、まあもともとはその私が入る曲もう本当にちょっと前ぐらいに多分変えたのかな。1380人っていつなんだろう、いつ変えたんですかね、分かんないですけど、でもそのあれですね、劇場公演によく行くようになってからはその13期さんの、まあ、今卒業された方をちょっと設定しててで、まあ、卒業してって感じなんじゃない、多分。そう、卒業して劇場公演好きだったから、その13期さんもめっちゃ好きになって、もう超ヒント出しまくってるけど誰とは言わないですけど、そう耳かきし、耳かきって感じ。イエーイ。卒業して、まあ僕隊に出てたメンバーです。僕隊に出てたメンバー。3年8ヶ月前って何？分かんない。 AKB になろうと決めたのはいつぐらいの書類落ちで、でそのまあそのオーディション書類を受けてる時とかも、まあ、握手会に行ったり公演行ったりコンサート行ったりとかしてて、でそのその公演に行ってくな、公園じゃないや、そのいろんなとこ壁上も行ったし、まあ、いろいろ行く、すごい今まではさ僕の違う公園見に行ってたけど、かわいいかわいいっていう言ったんだけど、そう客席で、でも僕の太陽公園見た時にすごいなんかこのステージに立ってみたいっていう感情が生まれて、そう、まあ、ずっと好きだから AKB に入りたいって思ってたけど、このステージで踊りたい、このステージ立ちたい、こんなねすごい可愛い衣装着てキラキラ踊ってて、その劇場、僕の太陽光を見て劇場まあ、ずっと劇場を見るのは好きだったけど、まあ、ステージに憧れたのはその劇場に憧れたきっかけが僕の太陽公演を見たのがきっかけだから、僕の太陽公演が大好き僕の太陽公演が大好きです。僕とやったらエモい、本当にそう、もうなんかもうその公演、その客席で見てた公演に立ってるってなったらね、泣いちゃいそうだよね。一番はね、そうですね、僕隊
僕の台湾公演でこのステージに立ちたいですね。劇場の2016年の僕隊ですよ。もちろんもちろんリバイバルの、はい、でもう僕隊が好きすぎて、なんかその僕隊すごい応募して、まあ、当たるじゃないですか。でいつもママについてきてもらってたんですけど、ママについてきてもらってたんだけど、もうもうなんていうの、お自分がか私が買っていきたいって騒いで、そうもう呆れちゃって、そうもうママ行かないからってなってね、行くなら自分一人で行ってってなって、もう今その私って一人苦手なんですね。で電車とかも一人で乗れなかったんだけど、もう僕隊に行きたすぎて、しかもその日の僕隊がね、13期さんがねめっちゃいっぱいいたの、だからすごい行きたくて、もうねえもう本当にそれがその時の声がきっかけで電車一人で乗れるようになったハイタッチじゃないですよ、ハイタッチじゃなかったよ、ハイタッチは1回だけでしかしたことないです。あ、2回だけだ、2回だけ。ファミリー席、うん、女性枠。私、そう、私が電車に一人で乗れるようになったのは僕の初めて。劇場公演がそう私を大人にさせてくれたのそうそう、2014年の5月くらいまで、あーどうなんだろう、あーじゃあ1回だけかもしれない、あー1回だけですね。私1回最初に公演に行ったきっかけが、もう福袋でその福袋買って抽選でその劇場公演見に行ける権利みたいなのが当たったんですよ。それがきっかけで、そう、それまでずっと声なんか怖いなと思って行けなかったんですけど、そう、それがきっかけで公演行けるようになって、そうイメージ的にね怖いイメージがあったんだけど、全然そんなことなくてっていう。いや怖いなかったら電車一人で乗るのままではないですよね高校生になったら多分電車乗ってたんじゃない2016年8月に僕隊行ってました。私も8月行ってましたよ私そういうね公園行ったことないんだよね。そう逆生誕とか、私逆生誕ね行こうとしたんですよ、受験あったのにやめましたけど受験あったのに行こうとしてやめましたけど、はい、投げれなくなったわ。確かに1月前、私の生誕祭がね来るかもってなるか、
ジッパーやりません。いや、やる、やりません。そう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 、彩香さんの卒業公演見てて、そう、何の曲歌うんだろうと思ってジッパー歌ってましたね。卒業公演で聞かれたかけな、知らんわ。その時に歌いたい、卒業やるよね、そういうのって。今何歌いたいとか全然想像できなさすぎてびっくり思い出のほとんどちょっとね、うるうるしました。おしめしは見たいかも。いや、私おしめし似合わなくねおしめしあんまりね、ちゃんと聞いたことないんだよね。実際そういう曲があるのは知ってるんだけど、大丈夫だよ、大丈夫とかじゃなくて別に大丈夫です、私がジッパーは。そこは僕たちわかんないけどねでもさ、僕の太陽君で卒業君できたら最高じゃないだからといって僕隊が、僕隊やれたら卒業するとか思わないでね、そういうことじゃないからアボカドじゃねえし、懐かしい。違うバナナハーブ、甘い香りがさ、メロンティーオレンジテンションしっぽ、やんないと思う、やんないと思うです、それは。いや、やっとく、いや、二択だよね。そういう時ってさ、やったことなくてずっとやりたかった曲をやるか、それかもうすっごい思い出がある曲をやるかだよね。うん、ちゃんと卒業っていうのはね、そういう、なんていうのね、そうそう、そういうなんか僕隊がやったから卒業考えるとか、そういうのをやらないので大丈夫ですよ。なんて軽い気持ちじゃないので私。授業のことなんて考えたくない、考えたことね、ないんですからねなんか卒業ガチで考えたりとかしたことないですガチで考えたりとかしたらさ、多分スタッフさんに相談とかすると思うけど、ないですね、一回も。てなったら卒業しないと思ってるから、いつかは卒業するよそんなね、さね、ちょっとね、40歳とかまで入れないからねそれはよかった、だから安心してあんまあ、夢が見つかったら夢が見つかったらですよ、そういうの知らない。
熱い。40年後も決めたらすごい、すごいよね。そうだね、健康で楽しくアイドル続けメンタル大丈夫か、今から心配してくれてるのありがとう。大丈夫じゃないと思う。でもそのし、今から心配してくれるのはすごくありがたいけど、多分大丈夫じゃないですね。うん、絶対に大丈夫じゃないと思う。もしその発表の瞬間家にいたらもう多分配信できないと思う、目パンパンで現場にいてもね悲しいけどね、家にいても悲しいから、どちらかといったらね、あの現場にいたいですよね、そういう時ってね。うん、大丈夫なわけないよね。そうだよね。うんうん、いやだ、さすがに2日連続小気味やばくない無理だと思うけど、でも分かんないです。それがね、それが何年、まあその日までにはちゃんとしっかりとしたメンバーになってたいな。いつキャマチ14番、ああどうなんだろう14番ってどこ、全然注意しなくていいよ、迷惑私迷惑それだけで泣けてくる。やめて、想像しないで。私想像したくないから。いや、とりあえずチーム離れたくないよね一生同じチームがいい。いや、ね、同じチームにいることによって一生ね学べるじゃないですか。やっぱり入る前から憧れって言って名前を出させてもらってるので、そういうことです。ただ単に好きだからって言ってるわけじゃないんです私は。うん、いいこと言うやん、イエーイ。卒業の話やし嫌なんだけど、このチームなのでもう4年目だから怖いですよね。セラタンが決断したらすぐ分かりそう。いや、セットでユーリさんとサキさんも揉めとってる。あらあら、まああら、まあ後輩何人いるの。だって後輩も10人いないぐらいじゃないですか。分かんない、数えたことないんですよ。そう、エイトさん、そうエイトさんの何人かですね。本当にありそう。まあ自分からしたんだけどね。ね、いやだよ。いやしないのよ。だってもう、遠征に絶対忘れちゃいけないもの知らんよ。私あんまり遠征したことないから。後輩にはセナさんって呼ばれてると思う。いい、ま、ね、気持ち的にはそうで、みんなも似合うって言ってくれたけど、公演のポジションを選んでくださるスタッフさんとかにはそのなんて言うんだろう、意外性とか見たことない背中をみたいな感じなので、そう、どこのチームがいいですかって、ゆりさんと一緒ならどこでもいいです。これはもう切実に思います。でも言い過ぎてもダメって言うじゃん、だからもう何も言わないな。イケビンゴンね、セナタン出てほしいからドボン頑張るね。セナタンが出るようにありがとう。口に出していくのは大事。そうなんですけどね、どうなんですかね。私ずっとウィンブルドンの口に出して言ってたんだけどまあ結果できたので
いいんですけどね。そう、AKB ゴネオがね2弾2回目やるらしくて、それのイベントが近日って書いてあったんだけど、それがいつだかちょっとすごく気になって、なんか期間によってはそれのどんぐらいできるんだろうってちょっと今から不安ですね。じゃあ話してみようって思う人いる。いやね、いや、いやだ、絶対に嫌。何言われても入って、何言われても心に響くけど、それだけは嫌だ。絶対に嫌、本当に嫌、もう本当に嫌、今から嫌だ。もう想像するだけで涙が出てきそう。セアタの画法も愛着がすごくなってきた。嬉しい。みんな出られたいのに。そうだよね、羨ましいって。嬉しいだろうな。いやまあね、配信で言っても一生伝わらないですし、まあ言ったことはありますけどね、まあ伝わらないですし、まあうん、いいんだ、勝って。でもそうしましたけど、まあ、そういうことが多い人間なので、ものすごく怖いです。もしあった、組閣があったとしたら。本当に資格ってね、でも本当にメンバーも多分その場で知るじゃないですか。怖いよね、きっと。だって確信ないじゃん。そんなに、だって私さんよって言ってた人見たよな。あ、そうだった。確かに5月はみんなコンサートある。あの写真集の本選があるからなさそうな気もしない。どうなんですかね。ユリって優しいの、優しいに決まってんじゃん。隠し合ってる声、確かに頭ボサボサ。布団が見えてる。海水が減って、おーとなー、ねえ怖い、本当に怖い。驚かないけど怖い。トムジェリーのゲームやってみたって。やってない、まだですよ。その出すよ、多分その私が見る限りは全然そのままの人ですよ。皆さんが見てるような。マリオとか、マリオ、え、アプリですか。マリオって何、何のマリオ。マリオカート、出すよ。なんでよね。ドボンしか勝たん、ドボンしか勝たん。何分に終わろう、何分に終わろうかな。15分に終わろうかな。スーパーマリオ、あー普通だな。アプリだと私容量ないからアプリ入れられない。アプリ入れられない。大学卒業おめでとうございますってさ、この前って何で LINE した。私この前のしてないけど、でもショールームで袴着てたみたいな時、なんかそんな時なかったっけ。ほら、多分その時にショールームで、
そうそうそう、言ったよね、ショールームでコメントしたから大丈夫、大丈夫か分かんないけど、そうそう、適当じゃない。いや、おめでとうございますしか書いてないか分かんない。終わりますね、終われたらね、終われたらね。大丈夫とはハートなくね、そうだよね、セナタのドボンのコメントが時々理解できないことが、うん、適当に適当にっていうか、なんかそのまあ、ニュアンスっていうか、なんてイントネーションっていうか、なんかそんな感じで決めてるので、特に意味はないです、深い意味。うん、あと4分って何分ですか。あと4分は4分です。そう、フィーリング的なね、うんうん、そうそう。あれが好きなのよ、よかった、よかった、よかった。今日も延長ありがとう。だって、え、待って、まだ延長してないじゃん。延長してないけど、何かネタ考えてる。ないですね、特に。なんかありますっけ。ないですね、はい。ドボン頑張れば出れるの。だって私が頑張ったら多分ビンゴ出れます。私が寝なかったらビンゴ出れます。すべてはそう、こんばんはのね、和がね、和も、和の、和の方も、歯の方もあるんですよ。ハロウィン好きだよね、だって。なんか、そう、ハロウィン好きなんだよね。なんか、ハロウィンってよくない？行事がとかじゃなくて、なんかハロウィンって響きが好きなんだよね。うん。次の前説出るよ、決まってないです。え、私、多分ないですよ。音楽劇終わるまで。絶対ないと思う。いや、あったらびっくり。あるのかな。え、ないと思う。え、あるのかな。あるな、ある、ありますかって聞こうかな、じゃあ。でも多分もう今言われてなかったないでしょ。いや、そんなことないんだよな、ある時もあるからな。一人でずっと話してそう、ハロウィン響きが好きなんだよね。ハロウィンっていう、なんかハロウィンの行事自体は別に特に。どっち？すっごい喋ったね今。すっごい喋ってた。明日嘘つくの、え？つかないと思う。なんかみんながついてたらつこうって思うけど、いや周りの人を見てから。すぐ周りの人。公園出た子はいるようだって。出れるのなら出たいけど、でも多分入れてもらえないと思います公園。公園出れないで前説やってくださいって言われたら、え？ってなりますけどね。逆にね。向山さん生誕公演に前説お願いしますって、いいんですか私で、いいんですか、よかったら、いいのなら私全然やりますよ。ぜひじゃあスタッフさんにお伝えください。ぜひじゃあそのスタッフさんにお伝えしてもらって、うん、たまにすごい勢いで一人で喋ってる。恥ずかしい、恥ずかしいね。前説うまい、ありがとう。どうなんですかね、もう決まってるのかな、横山さんの生誕祭の前説ちゃん。もう何日の先まで言われてるんだろうみんな。いやでもそういうの多分ないと思うんだよね。だって2回公演やったし、そう2回やっ
ったし、別に2回やったけど別にまあいいんですけど、もうすぐ来ても全然いいってそう、なんかみんな、そう、私がさ喋ったことにすぐ反応してくれたりするから、いっぱい喋っちゃうよね、何にも気にせず。だってそれと、え、3日前ぐらいだったっけ、違う3日前か、20日だったわ私、3日前だ、あの17日に知りました私、3日前だ、え、全然あるわ3日前だった、びっくりした。1枚じゃない、いやだってまあまあまあ強いんだぞ結構日がないの、いやでもメンバーによると思います、全然いいんですけどね。いや1日前、2日前までなら全然、はい、全然いいです。じゃあ1日前だとちょっと焦りますね、うん、ペナイトの振り付け覚えるの大変じゃなかった、大変じゃないですね、あれは全然大変じゃないですママも強いの、ママに怒られたりする、なんかもうさ大人になってきてからさ怒られるというより喧嘩みたいな感じになるよねでもすぐ話し始める普通にうん、今日行ける、いやそれは無理だ、さすがに分かんないけど今日行けるはないでしょ多分ね、振りツッコミがまた見たいだって、ちょっとさなんかおりんさんの生誕祭の時の振りツッコミがなんか好評すぎてハードル上がっちゃってるのよそうなんかね、なんかなぜか好評すぎてちょっとあのハードル上がっちゃってるんですよね、怖いよね次が。てかクララが福ラジセイナさんのラジオに出るらしいですね、いいな、私もいつか出たいってずっと思ってるけど、一生声がかかってこない出たい、私も出たいそうラジオ前回全然喋れなくて悲しかったので、まあタンラジもやってますしね、また出たいですラジオうん、そうだね、オリジナル覚えてない人の方が覚えるの楽かも、だって違う、本気も本気じゃないもなくて、いやあのもう振りツッコミはそうだから、もう本当にリハーサルの時は恥ずかしすぎて振りツッコミできなくてそうやっぱり楽屋でケアのメンバーも聞いてましたし、まあ、スタッフさんもいる中でいや無理って思って恥ずかしくてできなかったのよ、うんこれ違いますねとか言ってすっごいできなくてやばいって思ったけど、やっぱりねステージに立ったらねノリで勢いに、やっぱりノリツッコミはやっぱり勢いに任せるのが大事だと思って、まあなんか他のところはちょっとある程度流れとかもちゃんと覚えてたけど、ノリツッコミはもう本当に勢いです、本当に。だからそうだから次勢いで行こうって思って失敗したら怖いよね物ボケできる、え、できないと思う、物ボケ難しい絶対うんそう、いや、やりきるのが一番大事、何事もね、恥ずかしがったらおしまいだって思ってるので、もう堂々と何私面白いでしょみたいなもう気持ちで強気でねやるのが大事、くっきり難しいと思った30分には絶対に終わらせようもう30分には終わらない、そうもう10分ぐらい経ったまたドラさん新年会して物ボケコーナー、え、何それ、私それ知らない、
そうですね。そう、ノイズくみする習慣ないから。そうね、そう、4日の MC 何 MC 楽しみにしてる。怖い怖いよ MC。 MC 誰と一緒なのかが大事ですよね。止まりますか？止まる？そうなんだ。関西でも偏見だったらしい。チーム4ドラさん新年会でゲームして負けた人が物化けした。思い出した。私やれなかったよね、あれ。確かやったんだっけ。やってないよね。MC でなんとなく打ち合わせするもなんとなくしますよ多分。わかんない、どうだったっけ。いや、しないっけ、するっけ。まあ時に、時と場合によるみたいな感じ。止まるんだって。終わります。もうがっつりどれを話してとか最近はしてないけど、私ごめんね、ごめんね。今日は何度か止まってた、ごめん。私のスマホが悪いのかな。ではランキングを読みます。13位ウルクルクセンブルクさん、12位アーちゃん、11位シンさん、10位ノリクさん、9位ドラゴンZ、8位オノピンさん、7位ヒロチュンさん、6位あやかちゃん、5位あおこさん、4位豚バラパラダイスさん、3位ガーリックジュニアさん、2位さときときやさん、1位まさきさんです。ありがとうございました。みんな止まってるんだ、ごめんごめん。それはごめんって。ギフトを読みます。マッシュルームッチさん、オノピーさん、クマひろゆきりんさん、シンさん、ウルクルクセンブルクさん、まさきさん、ドラゴンZ、ヤンちゃんさん、マーボーさん、お松さん、マイジャパンさん、あーちゃん、くまーん。ちょっと低いな、低いね。トントロさん、ひろちゃんさんです。ありがとうございました、ありがとうございました。ではバイバーイ、おやすみなさい。ドボンイベント、そうだね、ドボンイベントありがとうございました。これ言って、そうで、ランキング入った方は近々書くので、書いて載せます。100位以内の方では、おやすみなさい、バイバーイ。